こんばんは。ちょっと遅い時間なんですけども、速稼塾の久保がお届けします。夜の速稼塾ニュースの時間でございます。皆様は投資についてどのようにお感じでしょうか。まあ今となってはですね、私のお話しする例のやつも、もうね、私が投資ではない、金融商品ではないと言っても、もうこれね、投資っていうふうに捉えてしまうのは仕方がないなと思います。あくまでも私は公式のアナウンスとして、これは投資でも金融商品ではないと言い続けますけども、おそらく多くの人の感覚では、投資に似ている案件になるんでしょうね。まあというところで今日は投資のお話をまたね、しつこいぐらいさせていただきます。まず投資に使うお金っていうのは余剰資金でやってください。余剰資金っていうのは10秒後に亡くなっても全く生活に困らないようなね、慌てふためくようなことがない、どんな支払いも滞らないようなお金のことです。よろしいですかね。だから生活資金を割いてやったりしちゃダメですし、まあ、お子さんに使う予定のお金を持ってきても投資の余剰資金とは言えないですからね、お気をつけください。そしてこれから お話しする4つの条件も何度も言ってますんで、もうね覚えてると思います。一つはですね、いつまでにそれをやるのかってことですよ。いつまでっていつ終わるのかってことですよね。いつからいつまでの期間でその投資に関わるのかってことは、投資に入る前にお金を入れる前に決めてくださいね。二つ目はその期間でいくら欲しくってやるのかってことですよ。いくら欲しいから投資をやるんですかってこともね、よくよく決めておいてくださいね。3つ目はその投資にいくら投入をするのを限界値として設けてますかってことです。いくらまでだったらあなたの余剰資金があるのかってこととも言っていいと思います。余剰資金ってのは繰り返しますけども、10秒後になくなっていいお金ですからね。で、4つ目ってのがいくらの損失だったら許容できるのかってことです。人によっては1円も失いたくないってね、ちょっとね、投資をする人間とは思えないような発想を持ってますけども、投資ではお金をなくす人がいるんですよ。お金をなくしたその人の お金が誰かの利益になっているってことなんですよね。まあ、ですので投資に参加する以上、誰かの利益に組みする可能性も大いにあるってことなんですよ。簡単に言うと、自分がお金を失ってそれが誰かの利益になるっていうことがね、大いにあり得るってことなんですよ。逆に言うと、自分が投資によって利益を得ているということは、誰かから踏んだくってるってことなんですよ。言い方はね、あくまでもあえて厳しく言いますけども、誰かから奪い取ってるんですよ、大したこともせずに。こういうふうに考えていただきたいんですよね。それで私が常々お話しているこの例のやつね、例のやつは確かに信用を受けるものですけども、勘違いしていただきたくないのは、この例のやつで増えることを想定して増えて受け取った日にそのお金を何に使おうかなっていうふうに決めてほしくないってことなんですよね。もうその例のやつで増えたお金を使うのは、例のやつから完全に撤退した後ですよ。もうアカウントも削除しましたっていう時なんですよ。だからここをね、いつの間にか私が例のやつに依存してくださいねっていうのに、依存してしまうんですよ。それはね、やっぱりよろしくないと。そんなことを私はね、伝えてきたつもりはありませんので、改めてここで放送させていただきます。私も投資の専門家、投資のプロとしてですね、申し上げたいですけども、私の原則を守らずにやった分に関しては、私はね、全く責任を取りませんし、全く関知しませんから、それはなんか改めてね、この場でも言わせていただきます。勝手なことをやって、もしくは私ではない人の言うことを聞いて下手を打った場合は、私はそれはね、さすがに知りませんよとしか言い、まあ知らないって言っても、ほっときゃしないですけど、ほっときゃしないんですよ。ほっときゃしないんですけども、ちょっとね、ちょっとだけすいません。勝手なことやったなと思ってくださいね。まあね、本当にね、コンスタントにお金が増えると、危機管理がおろそかになるんですよ。ちょっと皆さんもね、心にね、留めといてくださいね。例えば、例のやつっていうののね、今回、私の知る限りですけども、入金が、30日にあるはずなのに、8月2日の時点でお金が入ってない方が3名私のところに連絡いただいてるんです。私のところにね、3名で、この方については私が細かい処置をして、土日があるんで5日に振り込みますということで、作業をね、お願いしました。だからご安心いただきたいんですけども、ここで困ったことっていうのは、30日に入ることを予定して31日、8月1日、8月2日こういう日にそのお金を当てにして何かをね、使おうと思って決めた方が、明日支払いがあるんですとかね、明日これこれに使おうと思ったのにっていうふうに困るってことは、それは余剰資金ではないってことなんですよ。ね。余剰資金でやらないとダメですよ。10秒後になくなってもいいお金ですか、それは。例のやつに預かってるお金、全部10秒後になくなっても何とも思わないですか。もし、それを何かに使うために当てにしてるとしたらね、それはもう余剰資金ではないです。そういう投資は速稼塾では、全くお伝えしておりません。どっかの投資スクールでは無理をしろみたいなこと言ってるのかもしれませんけどね、全資金の 2% ぐらいですよ、全資産の 2% ぐらいが余剰資金で、それがね、普通の人の暮らしだと思いますよ。
私ですらね、その例えば FX に、私 FX に常に勝ってるわけですよ。 FX でも100万円しか入れてないですからね。100万円しか入れずに、もう1エントリーで1ロットとか最大5ロットまでしかいかないわけですよ。私の総資産とかですね、想像つくと思いますけども、その中でたった FX 2万、100万しかいかないんですよ。100万のリスクを負える 2% って言ったらたった2万ですからね。普段は私1万でやってるわけなんですよ。で、1万円っていうのは10秒間なくなっても困らないお金ですよね、私にとってはですよ。私にとっては。でも10秒後に例えばね5万円なくなる可能性をはらんでるものをしてるとしたら、私よりも多分資産額が上のはずなんですよ。それはすごい、何億って持ってる人になりますよ、そうなると。っていうことをちょっとね、冷静に考えていただきたいかなと思います。すみません、ちょっと説教じみたね動画放送になりましたけども、私顔が焼けてますね、やっぱりインドネシア行ってきたから。いやいやいや、すみません。はい、例のやつは学習券と教育費代わりに使っています。あ、学習券ね、増えていきますよね、あれもね。 0.1% でしたっけね。まあ学習券も入れると一定期間ホールドされるじゃないですか。で、学習券が毎月毎月返ってくることを当てにして、多分生活資金とか組んでないと思うんですよ。だからあやさんの言う通りにね、学習保険と同じような感覚で、あ、これは10年後に取り出すんだなみたいな感じじゃないですかね。投資は一生休廃。そうですね、投資はね、きちんと学ばない人が投資の世界に入ってくるんですよ。それが 90% 以上いらっしゃいます。で、きちんと学ばない人はまぐれあたりはあるにしても 100% に近い確率で負けますね。お、佐藤さんこんばんは。今日はなんかインドネシア帰りの方も多いですね。ありがとうございます。そうなんですよね。だからね、きちんと学んだ人っていうのは投資の世界にずっといるんですよ。なぜならずっと勝ってるからです。私 FX 始めてから一回も退場してないですからね。毎日いますよ、勝ちまくってるんですよ、はっきり言いますけども。だから私みたいな FX の上昇の達人がいるところにね、入ってくると負ける可能性があるってことなんですよ。まあ言い過ぎではなかったらそういうことですね。で、私もFX の並みる競合がいる世界に入っていまだに生き残ってるってことは、そういう人とねガシンコしないようにしてるってことなんですよね。コソコソっとコソコソっとやってるんですよ。生き残ることが大事なんでね、生き残ることが大事です。生き残るためには何をすればいいかってことが今日の動画のまとめになりますけども、もう一回申し上げます。10秒後になくなってもいいお金、それが余剰資金。その余剰資金で投資をやってください。これ胸に刻んでますか？壁に書いて貼ってくださいね。はい、次4つの条件。どのスパンでやるのかってことですね。いつから始めていつ終わるのか、投資にはそういったスパンを決めることが大事です。で、2つ目、その間でいくら稼ぎたいのかってことをきちんと最初から決めといてくださいね。決めてないのにやらないでくださいね。で、3つ目は、その期間にいくらの資金を投入するのか、いくら余剰資金があるのかってことです。余剰資金いくらですかって聞かれて、はい、いくらですって答えられないとダメですよね。それが余剰資金というのは繰り返しますけども、10秒間になくなってもいいお金ですからね。ほとんどの方が10秒間になくなっちゃう、困るお金は言ってるんじゃないですか。私からね見るとそういう風に見えますよね。投資の案件に多分私以上に突っ込んでんじゃないかなと思うんですよ。私はものすごい慎重ですからね。投資の案件が全部破綻しても今の暮らしが維持できるようなことしかやってないですからね。だから投資が全部ダメになっても大丈夫なようにポートフォリオを組んでいるってことです。で、4つ目、いくらの負けだったら共有できるのかってことですよね。いくらの負けだったら共有できますか？本当はまあ1円も失いたくないというふうな形で、ね、思ってると思いますけども、投資は誰かがお金を失うんですよ。投資でお金を失わないのはプロの上に慎重な人です。プロでもないのに慎重でないというかね、ザルな防御力の弱い人は一瞬で全て失います。その一瞬が来るまではずっと儲かってるつもりになっちゃいます。だから無警戒で無勉強になっちゃうんですよ。まあ速稼塾ではね、こういうふうな投資のマインドセットですか、それから投資のノウハウもありますけども、もう肝心なのは精神力とか自己管理能力ですね。だから投資はね、究極の自己管理鍛錬道場だと思いますので、自己管理に自信がない方はね、初めから入らない方がいいと思います。まあ例のやつはね比較的簡単ですけども、それでも絶対じゃないですからね。私はいつも言いますけども、南海トラフが来たらさすがに例のやつもどうにもなんないと思います。ユミさんね、本当にね、学んでる人ですら負けるのに学んでない人が来るんですよ。何なんでしょうかね、もうギャンブル気分で来るんだったらそれはカモになってくださいってことですよ。私みたいな人間がねカモにしますよ、本当に。そのビジネスでカモにするとか高額商材売るっていう、そんなんじゃなくて実力でカモにしますから、誰も文句が言えないようなね、そんな形でカモになっちゃいますから、こっちの方が立ちが悪いですよね。あ、ルール知りませんでしたって言ってもお金は返してくれないですから。
もう本当に大変だと思いますんで、創始の世界はね、用心用心してくださいね。まあ大丈夫だと思った時に大きくガツッといかれますんでね。まあ例のやつは大丈夫だと思いますけどね。まあ例のやつはね、私のところに届いた3名の方、きちんと私ねお願いして対応していただきましたんで、5日に、入金手続きをするそうなんで、5日には多分着金します。まあ着金したらまたご連絡ください。まあという感じで、何かねトラブルが起きたりとか変だなと思ったら私に連絡していただければ、私がいろんなところに、口を聞いてですね、最速で処理させていただきます。それでは本番は以上です。おやすみなさい。またよろしくお願いします。ちょっとコメントに返信できなかった方すいません。ちょっと熱く喋るとねコメントがスルーしちゃうんですけども、全員の方の読んでますからね、大丈夫ですよ。はい、では失礼します。あやさんまた会いましょうね。東京行きますんでよろしくお願いします。